どうも皆さんこんこにちはプロチャンネルです今回はこちらえ。今日はですね、4月12日になるんですけれども、こちら、iOS16.0 のベータ3が再リリースされました。で、ビルドナンバーは 20A5312J となっています。で、それとは別にですね、え今日4月12日には iOS16.0 のパブリックベータもリリースされました。で、早速なんですけれども、 デベロッパーベータとパブリックベータは何が違うのかについて解説をしていきます。違いは主に2種類あるんですけれども、まず1つ目です。それはリリース日が違います。でですね、デベロッパーベータについてなんですが、え今日からですね、1、2、3、4、5週間前ですね、6月7日にリリースされました。で、パブリックベータについては、 デベロッパーベータがリリースされてから5週間後ですね、今日4月12日にリリースされました。パブリックベータの方がリリース日が遅いといったことが言えます。で、次なんですけれども、やはりですね、パブリックベータの方がリリース日が遅いということですから、デベロッパーベータよりも安定していると、バグが比較的少ないといったことが言えます。このことからどういったことが言えるのかといいますとですね、 デベロッパーベータはですね、いち早く最新の機能を体験したい人に向いているのかなと思います。で、逆にパブリックベータの方についてはですね、やはりですね、バグを少なくですね、なるべく安全にベータテストを体験したいといった人に向いているのかなと思います。こんな感じですね。で、次にですね、今回のパブリックベータのインストール方法についてを解説をしていきます。 えまずは概要欄に貼ってありますリンクからですね、この betaprofiles.com に飛んでくださいえ。このサイトですね。そうしましたらですね、ちょっとスクロールするとですね、こちら、ここにですね、デベロッパープロファイルズと書いてあります。このちょっと矢印があるところですね、これをタップするとですね、このようなメニューが表示されるかなと思います。こちらですね。 で、ここで真ん中のパブリックプロファイルをタップします。で、ちょっとスクロールすると、iOS パブリックベータという表示があります。で、真ん中のインストールプロファイル、この青いボタンをタップしてください。で、この赤いインストールのボタンをタップします。で、こちら、このポップアップは許可を押します。 で、閉じるを押して、次にですね、設定を開きます。はい。設定を開いて、で、プロファイルがダウンロード済みとありますので、こちらをタップしてください。で、こちら、インストールを押して、パスコードを入力してください。で、インストールを押します。で、 下のインソールを押しますで、この再起動が必要ですとありますので、再起動を行ってください。自分は後で行うを押します。で、完了を押してください。で、これで準備が完了しました。で、ソフトウェアアップデートをタップすると、自分はもうすでにアップデートしてあるので、最新ですと表示が出ますが、通常の OTA のアップデートと同様にアップデートを行ってください。こちらの画面にですね、 iOS16.0 の、えー、パブリックベータの OTA が表示される方だと思います。こんな感じでした。うんはい、でですね、この iOS16、自分はですねパブリックベータではなく、デベロッパーベータの方でやっているんですけれども、えー、この iPhone SE の第2世代で使った感じなんですけれども、やはりですねまだまだ、えー、バグが結構多いですね。 アニメーションが崩れたりですとか、そうしたこともありました。で、何より気になったのがですね、あの、ところどころですね、まだ日本語に翻訳ができていないと、えー、こんな感じで英語になってしまっているところがいくつかあります。やはりこういったところが、やはりですね、ベーダ版にあるあるですね。えー、このベーダ版というのがですね、 まだ完全には完成しきれていないと、不具合があるといったものになっているので、自己責任でやってください。で、何が起きてもいいようにですね、しっかりとバックアップなどは取るようにしてください。お願いします。はい。ということで、今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。